朝だな。どんな時に君の愛してるが聞きたいや。ああ揺れるカーテン、少し浮いた前髪も全て心地いいさ。それに割れてしまった目玉焼きついてないな。バランスをとっても溢れちゃうや。少し辛くて少し酸っぱくて甘ったるかったりさ。とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ、バカな夢で踊ろう。愛を伝えたいだとか臭い言葉か考えて待ってても、だんだんソファに沈んでくだけ。僕が明日いい男になるわけでもないからさ、焦らずにいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。完璧な男になんて惹かれないと、君が笑ってたから悔しいや。腐るほどに話したいことたくさんあるのにな。寂しいさ。結局のところ君はさ、どうしたいの。マジで僕に愛される気やの。落ち着くか落ちてる窓際、目の際、お気に入りの花。とりあえず今日は部屋の明かり早めに消してさ、とてもいい夢を見よう。明日は二人で過ごしたいなんて考えていてもドア開かないし、だんだんセンチになるだけど、僕は愛がなんだとか言うわけでもないけど、ただ切ないと言えばキリがないくらいなんだ。もうやだ。